バドンこと、オズワウド・フメイロアウバレスは、ブラジル・サンパウロ州モンテアズル・パウリスタ出身の元、プロサッカー選手、サッカー指導者。1992年に、モジミリン EC の監督に就任し、以後ブラジルの多くのチームで監督を続け、2001年には、サンパウロ FC で監督を務めた。2005年8月に、J2 降格の危機にあった。 東京ベルディ1969の監督に就任。なお、当初は本名を金書きにしたオズワルド・アルバレスと記すメディアもあったが、ほどなく愛称のバドンに統一された。監督に就任した8月の3試合は2勝1分けで、乗り切り、J1 残留に希望を抱かせたが、9月に入ると、全く勝てなくなった。コーシュが 実にチグハグであり、1失点に抑えたが点が取れなくて負けた試合もあれば、4点、取ったが4点取られて結局ドローに終わった試合もあった。この年チーム総得点の半数以上を稼いだ、ワシントンが不調に陥ったのも響いた。結局天皇藩1試合も含めて13試合連続で、勝ち星がないまま、11月26日のカシワレイソル戦で1から5で大敗し、 J に降格が決まった。J に降格の責任を取り、シーズン終了後辞任。2006年は A ポンチプレッタに復帰し指揮を取ったが、5月途中に解任。2014年から2016年、2017年から2019年には、サッカーブラジル女子代表の監督を務め、2014年2018年のコパアメリカフェメニーナ、2015年のパンアメリカン競技。 大会サッカー競技で優勝。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは4位となった。2020年5月25日に肝臓癌で死去。63歳坊津。AB サッカー女子ブラジル代表のバドン元監督が死去63歳2005年には東京 V を指揮スポーツ日本。2020年5月26日。 ブラジル女子代表前監督バドン氏が63歳で死去。2005年に東京ベルディモ式フットボールチャンネル2020年5月26日。ありがとうございます。